わあ、やべえ、ちっけえ。間に合うか、攻略。なんだこいつは。じゃ、完全にこれリンクじゃないとダメやん。やばい、まず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 い、まだ同じ面がある。待って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 待ったんかい。おう、やったー。おう、勝手に沈んでいったわ。何あのゴキブリみたいなの、ほんとに強っ。あの足場が悪い。あー、まっ、そういう方法が一番いいんだ。はい、あ、変わってくのね、そうやって。はい、ありがとう。はい、早打ち、俺の方早かったね。おっ、これで、これがデスグナッツの印。はーい、はいはいはい、これがさっき言ってた大空の歌が、大翼の歌、どっちかわからないけど。ああ、待って、これはね重要だよ。頼む、戻ってきて。ああ、オッケー、妖精さん、あなたの助けが必要なのよ。オッケー、おうおうおうおお、上がってくるか。溺れるんじゃね。おい、出てきたね。先にこれをね、ゴルピーか。はい、ここで初めてこの歌を奏でると。そしてウッドホールに飛んでいくと。といってもすぐそこなんですけどね。かっけえ登場の仕方で、ここでいけるはず。はい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 、あー、けけけけけ、こっちはなんもないね。よし、じゃあ入っていこう。だってウッドホールの神殿だけど。おっ、おいし、おい、これてっぷりなんもないね。よし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 、最初の神殿だからね。ああ、ちょちょちょ、ああ、えええええ、おお、きょきょきょ、2人目。興味ねえ。あー、ボスは覚えてるんですけどね。どんな神殿かだったまでは覚えてないな。おい、あ、やっべ、あー、鳴り始めてきた。うっ、臭い、この匂い、
毒の沼と同じ匂いがするわ。あーそうだよね、ここは元だもんな。あと24時間、結構近づいてきた。何あれ、焦げた跡、炎か。あっち行ってもダメだな。とりあえず下降りて、多分これ人食い花みたいな感じでしょ。上に乗らない方がいいでしょ。ってなるとこっから、おい、ぐるぐるっと回ってそっちだ。で中身は鍵、おい、まずい。どん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 近づいてきてるな。よし、これで燃えるんじゃない？あ、関係なかったわ。中入って、お、やーべー、なんだっけ、スナッパーだ。倒し方が思い出せないよー。わかんねえ倒し方。ああなるほど、上に来た時を狙えばいいのね。 OK 終わった。これはむずいわ。そうか、前のところにばっかり聞い取られてたわ。こりゃ上もあるわな。上じゃねえ、下か。はい、ダンジョンマップ。はい、はぐれ妖精。はい、OK、 4人目。 OK だね。はい、オーケー。片っぽ行くと片っぽ行けなくなるし感じだね、これは。で、なるほど、分かった分かった分かった。そっちの方にはもう行けないから、行けないじゃないや。こんな強くなったのこいつ。はい、オッケー。はい、オッケー。これで5人目。うわ、下にもいる。下にもいるっていうことは、この毒の沼が晴れてからだな。晴れてからっていうか浄化されてからだな。完全にあれか、集めきるには最後の方までやんないとダメなのか。なるほどな。じゃあな、どんどん進んでいこう。今度は何？ああ怖い。はい、あんま、オッケー、当たった。これくらいはね、お茶のごさいさいよ。あの不気味な顔面にを当てたて。さて、今度の中身は人間の時とデクのな、デクなった時にモーション違うのいいよね、やっぱ。コンパスを見つけたと。急げー。最悪、時の歌で戻る手段はあるけれども。あまりそれは使いたくないぞ。思せば？オッケー、行って。やーっべ！がー！ああ。でもね、ここでやられるとね、
そうなるんよ。はい、オッケー。あぶね。オッケーオッケー。あと12時間。12時間待つ。邪悪な気をたくさん感じる。あ、なるほど。じゃあぐるぐる回っていけと。そういうことじゃないの？待って、本格的に時間が足んなくなってきたな。単純にこうくるくる回ってるだけでもいいんだけれど、やばいね、やばいね、やばいね、まずいね。あれ？わあ、ちょっとぐるぐる、あ、終わったー。できるだけもう無視。どこだどこだ。カメラワークが非常に難しいぞ、ここ。おいおい、でここ OK。 止まった、全部止まったね。よし、逃げるに限る。さて、今度はそういうことか。はい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 。おい、場所は今度はこっちね。オッケーオッケーオッケー。できるだけそっちの方に戻っていって、ここかな。よし、いって、やーべえ。これでどう、これでどう。うわ、やっべ、あと5分しかねえ。これはさすがに厳しいな。できるだけ、はい、オッケー。はい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 。お、ほうほうほう。あ、ここに来たってわけね。はいはいはい。時の歌使うか。いや、ギリギリまで、ギリギリまで。せめてここのね、こういうアイテムを手に入れるまでは上がれない。オーケー、リゾルフ。ずいぶんとあれだね。ダイナフォースね。いきなり上位版が出てくるんだ。はい、いって、あー、炎がなったらできないわけね。で、ヒットアンダーウェイト。はい、ドキャン。でも一応こいつはね、さすがに今までの通りやればそんなに問題はなしよ。さあ、出てきておくれ。オッケー、勇者の意味。さて、じゃあ、さあ、で、ここからブレるブレるブレる。オッケー、当たってないけどオッケー。どうだ、30秒ぐらいまでは耐えよう。それでいけなかったらもうしょうがない。一旦時の歌でも使って。なんだこいつ。
何これ？結構はあ、え、こいつは何をしたいんだ。おう、うわー、おい、いいぜ。どこ行った、どこ行った、ごめん、また来るのか。ほっ、やっぱ一つ一つをね、あのゼルダの伝説をやってくれるから、いつも通り。やっぱどっ、オッケー、ここだな。あれ、普通のカエルか。あー、なるほどね、毒とかにやれてたパターンか。はい、ここでボス部屋の鍵をゲット。一旦戻んなきゃ、月が落ちてきちゃうんだもんな。はい。お金もったいねー。99ルピーまで貯めたのに。